坂茂、げる、坂茂、げ茂、番しげる、1957年8月5日体は、日本の建築家、日本建築家協会名誉会員、ニューヨーク州登録建築士。アメリカで建築を学び、紙館、コンテナなどを利用した建築や、災害支援活動で知られる。1996年吉岡賞、1997年、ジア新人賞。 2009年日本建築学会賞、作品賞。2014年には建築分野の国際的な賞であるプリツカー賞を受賞している。2017年にマザーテレス社会正義賞を日本人初受賞。東京都出身。会社員の父と服飾デザイナーの母の下に生まれる。整形小学校時代からラグビーを始め、高校では 花園での全国大会にも出場。成形中学校時代に建築家を志す。高校時代には建築雑誌で見たジョン・ヘイ・ダックやヘイ・ダックが教えるニューヨーク・クーパー・ユニオンに憧れを抱く。1976年、成形高等学校卒業。クーパー・ユニオンを目指して1977年、19歳で渡米。しばらく英語学校に通い。 1978年から2年半、南カリフォルニア建築大学、サイアークで建築を学び、1980年に、クーパーユニオンに編入。1982年から1983年の1年間、磯崎新アトリエに在籍した後、クーパーユニオンに戻って1984年に、同建築学部を卒業、建築学士号。 大学卒業後の最初の仕事は、二川幸夫、建築写真家のアシスタントだった。マイノリティ、弱者の住宅問題に鋭い関心を寄せ、ルワンダの難民キャンプのためのシェルターを、国連難民高等弁務官事務所に提案し開発、試作した。1995年の兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災後の紙のログハウス、仮設住宅や、 教会の集会所を特殊加工された紙、紙館で制作。トルコ、インドで起きた地震に際しても仮設住宅の建設を行った。2005年に津波災害を受けたスリランカキリンダ村で復興住宅。2008年に大地震の被害に遭った中国四川省の小学校の仮設校舎。2011年の地震で被害を受けたクライストチャーチ大聖堂の仮設教会の建設を 提案した。東日本大震災では、体育館などの避難所に避難したものの、一つの空間で、多くの人々が同居している状態、プライバシーが全くなくて苦しんでいるが言い出せない。人々のために、紙パイプと布を使いプライバシーを確保する提案、間仕切りをし、各地の役所職員たちを説得して回り、また、仮設住宅の建設、質の向上にも関わった。女川町で、 坂茂が提案した、海上輸送用のコンテナを使い家具を作り付けにした、2から3階建て仮設住宅は快適で、期限が来てもそのまま住み続けたいと希望する人々が多いと報じられた。阪神、淡路大震災後に被災地神戸で手掛けた、神の協会では1995年第41回、毎日デザイン賞大賞、第3回関西建築家賞大賞。 1997年度、ジア新人賞、家具の家、カーテンウォールの家で1996年お歌唱、東日本大震災被災地にて活用された、紙の建築で、平成23年度芸術戦勝文部、科学大臣賞を受賞。グローバルに問題を考えており、建築資材などを、あらかじめ確保しておき、どこかの国で大災害が起きたときに、 それを供給する仕組み作りも進めている。そうしたことを行うにあたって、ただ事前や寄付だけに頼るのではなく、通常の経済の循環の中に組み込み継続性を持たせることも進めており、それに関して、坂シュゲルが思いついたアイディアは、まず途上国に仮設住宅の工場を作り、その工場で作られる住宅を災害のない時には、各国のスラム街の住環境を改善するのに用い、 もし災害が起きたら、それを仮設住宅として供給するという方法。これで途上国で雇用も作り出しつつ、住環境改善も実現し、災害時には苦しむ人々を救うということもできるというものである。1985年、東京に株式会社、坂茂建築設計を設立。1999年、ニューヨークに事務所を開設。 2003年にポンピドゥセンターメスのコンペを勝ち取ったのを機に2004年パリにも事務所を開設現在は東京パリニューヨークの事務所を行き来しパートナー建築家とチームを組んで個人の邸宅や大規模建築から被災地支援まで様々な建築衣装を手掛けている2016年4月現在のパートナー建築家は平賀信隆東京 ジャンデギアスティン、ジーンデガスティーンズ、欧州、ディーン・モルツ、ディーン・マルツ、米国。坂茂建築設計では、坂がデザインの核を考え、プロジェクトの総括と事務所の運営にはパートナーが大きな役割を果たしている。ボランタリーアーキテクツネットワーク、ボランタリー建築家機構は、坂しゲルが1995年の兵庫県南部地震、阪神、 淡路大震災後、神戸で建築面での被災地支援のために立ち上げたボランティア組織。英語表記はボランタリーアーキテクツネットワーク。VAN は仮設住宅や教会の仮設集会所の建設を行い、その後の坂の国内外の被災地支援でも活動している。2013年に特定非営利活動法人化。当初、VAN の運営は、 坂茂建築設計のスタッフが設計事務所の仕事の傍ら兼務。2001年から2009年、坂が慶応大学 SFC 教授の職にあった期間は研究室の活動の一環として SFC の学生が VAN の運営の中心となっていた。2003年には神奈川県の SFC キャンパスに紙の仮設スタジオ、慶応義塾大学 SFC、 坂茂研究室が研究室の学生らの手で勘。幅と奥行きが10メートル、高さ5メートルのワンルームで2008年に解体されるまで2009年春に坂は慶応大学教授を辞した電動工具も使える仮設建築の実験場としてまた VAN の拠点として機能した。坂茂建築設計と VAN の活動の中に避難所への間仕切りシステム提供がある。 2004年の新潟県中越地震や2005年の福岡県西方沖地震当時の避難所での実践を経て、東北大震災時には、紙缶と布で構成される避難所間仕切りシステムを提供。これは避難所スペースを紙缶と布で仕切って、プライバシーを確保するのもで、組み立ても分解も容易。熊本地震の避難所にも提供されている。坂の建築の特徴として、 紙缶を建築の構造材として使用していることが挙げられる。それまで建築構造材としての紙缶の使用は建築基準法において前例がなかった。このため、紙の家1995年を実現するにあたり、構造家の松井源吾、手塚マスと共同で実験を進め、紙缶構造の建築基準法第38条の表情を取得した。また、 ハノーバー万博2000、日本館に際しては、フライオットビューロ・ホッパルド、ブロ・ハップルド、構造設計事務所と協力し、ドイツの建築基準をクリアして実現させた。協調。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。